はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていきましょうということで、ロシアの情報工作に注意ということですね。ウクライナ侵略っていうのが、ウクライナ侵略を受けてですね、まあ、ウクライナ侵攻って書くのもおかしい、侵略戦争なんで、はい、ウクライナを侵略、あ、ウクライナにって書いてあったな、はい、ウクライナに侵略するですね、ウクライナに侵略する、ロシアの情報工作に注意してくださいということになってくるわけですね。じゃあなんでロシアが要するに情報工作しますかっていうことになるんだけど、はい。まあ、根本的に考えると簡単なんですよ。ウクライナに要するに、占領を抑えているということは、ロシアとしては間違っても後ろから攻撃されたくないっていう、二正面作戦になりたくないっていう、もう大まかな構造になっているわけだから、ましてやロシアが要するに、日本が要するになんか攻めてくるみたいなことは絶対あってはならんと、いうことになるので、それは積極的に要するに情報工作やりますよって話です。だから、ツイッターにしろ、フェイスブックにしろ、バン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 流れてくるよっていう話だ。だってもうガンガンいるでしょって。実際問題、じゃあどのくらい日本の中にいますかって、ロシア擁護してる人間なんて 4% いないんですよ。アンケート調査とかいろいろ見てもらったら分かるんですが、 4% ですよ。 88% ぐらいの人はもう要するにロシアに制裁すべきやむなしみたいな話になって、まあロシアの制裁はまあ要するにあるって、別に制裁まではしなくていいんじゃないかって言って、その中立派ぐらいまで入れちゃうと、実際にロシアの擁護をするなんていう連中は 4% 以下とかいう、そんな世界ですよ。でもツイッターにはなんでか知らんけど 10% ぐらいいるじゃないですか。でしょって。で、普通に考えてみてください。普通にツイッターにしろ、要するに YouTuber にしろ、現実世界で生きてて、ロシア、今のこの状況下で、ロシアの肩持ったら間違いなく鬼人扱いされますよ。鬼人か変人扱いされるでしょ。っていう風な感じになるから、基本的にロシアの要するに情報に対して、要するにやるっていうことに対しては必ず乗らないようにしてくださいね。つまりロシア側に有利になるようなことっていうのを発言すること自体が、もうそれがそもそも戦争のことをやってしまっているということになってしまうので、はい、注意してくださいということになります。で、まあ今やってることって、この間バイデン大統領だったかな。バイデン大統領が、今日なんか知らないですけど、ジェノサイド。ジェノサイド認定しますよということになります。はい。で、まあ、アメリカがジェノサイド認定しますってことに言及してきたっていうことになるんで、まあ、ヨーロッパでも要するになって、まあ、国連とかでもジェノサイド認定されますっていうことになったりとかするケースってあると思うんですね。はい。で、それでジェノサイド認定しますって言って、まあ、ジェノサイド認定しますっていうことだと思うんですよね。で、そこで要するに変な発言したらですね、いうことになります。はい。変な発言したら、お前、ロシアのスパイかと思われても仕方ないでしょって話。ロシアのスパイって思う、この状況で、3つ言っときます。はい、こちらね。はい、見ときましょう。今日はね、ゾルゲ事件と尾崎穂積っていうのをちょっと勉強しましょうっていうことと同時に、3つの人は大体ロシアのプロパガンダの工作員だと思って私見てるんで、はい。まず1つ目なんですけど、ロシアの肩を持つ人、病気かなっていう。病気かなっていう話ですね。はい。はい、ロシアの肩を持つ人っていうね。はい。アゾフ大隊が、っていうね。わた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 って、みたいな。はい、はい、わたわた、はい、よかったよって。はい、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 工作員 OK っていうね。はい。ロシアの肩を持つ人、はい、捜査、タス通信ですっていうね。はい。プーチン大統領はトランプ大統領と同じく光の戦士だって。これ、変形詞として習近平とプーチンとトランプ大統領は、光の戦士だっていう人いますからね。はっきり言いますが、トランプ大統領に対する風評被害です。はい。ちゃんと言ってるんですから、2017年か、いつか忘れましたけれども、国防のところで、ロシアと中国、名指しで批判してますんで、はい。はい。ろくでもない国だっていうね。はい。こいつらの現状維持を変更しようとして、いつでも戦争しようとしているっていう、トランプ2017年か18か忘れましたけど、そのぐらいの時にはっきり言ってるって。はい。だから、私はトランプ支持者ではないですけど、トランプ大統領の言ってることは見てたんで、トランプ大統領がパッて見てて、言ってて、中国とロシアは要するに現状を変更しようとしているっていうようなことを言ってるわけだから、現状を変更してくるってことは、こいつら戦争してくるっていう風になってるわけですよ。じゃあ、ロシアと中国両方隣国なんどこの国ですかって、日本じゃねえかよって思うんだから、はい。初めから終わりまで、ロシアと中国のプロパガンダ工作を、ずーっと見てるわけです。コロナからずっと見てるんです。コロナから大統領選がどっち攻めてきたっていう、中国、ロシアって。俺2国って言ってるからな、ちゃんと。どっちかの国だろっていうふうに初めから言ってるからな。はい。だから、こっちのどの方策でやってるかっていうと、中国がこっち側に加担してて、ロシアがこっち側に加担してるとか、全部のパターン継承してるのかな。全部のパターン検証した結果、うん、ロシアと中国すみますね、さようならって話です。はい。っていうことになるんですね。はい。っていうことなんで、ずーっとそこの情報工作じゃねえかっていうのを警戒してるわけです。ただ素人なんで、どこまで合ってるかっていうのは分かんないよって話ですね。はい。ということなんですね。だから言ってるじゃないですか。僕はずーっと言うんですけどね、いや、予言者、大丈夫ですよって、ロシアと中国の情報工作活動だけ見てりゃ大体予測だ、予測できますからって言って。うん、ずっと言ってるんですよ。当て続けて
ロシアと中国の情報工作見てればちゃんと当たりますからっていうね。だからロシアが戦争してくるのと中国が戦争を仕掛けてくるのと、この2つだけは避けられない事態になる危険性があるので皆さん気をつけましょうっていう、はい、ちゃんと地下鉄に逃げましょうっていうね、はい、ちゃんと言ってるわけですから、はい、爆風が吹いたら要するにしがみついてくださいって言ってるわけです、はい、っていうことです。で、2つ目ということなんですけど、これもよくやる手法の一つですね。どっちもどっち論っていうね、どっちもどっちも論、あ、どっちもどっち論、どっちもどっちも論になってるね、どっちもどっち論、はい、の人、あ、これも完全にアウトですね、はい、侵略した側が悪いに決まってんだろバカ野郎って言うんですよね、はい、分からないって人はもうね、病院行った方がいいと思うんですよね、はい、侵略した側と侵略された側で、侵略された側にも原因があるって何言ってんのお前みたいなここ大丈夫とか思うんですよ。で、これももう一個大事なんですよ。はい、ここも大事なんです。で、これ、よくやりがちなんですけど、頭いいというか、ちょっと偏差値が高いおバカさんがよくやるのが、日本もアメリカの日米戦争の時に、とかいうこと言うんですよ。ね、世の中ね、言わなくていいことまで言わなくていいんですよ。ね。今大事なのは、ロシアとか中国っていう国、日本にとっての害悪であるロシアや中国っていう国を、いかにして弱らせるかの会議をしてるわけですよ。いいですか？ロシアや中国っていう日本に対して敵対しているなんかわけわかんないことをしてくる国をどうやって要するに日本は弱らせることを、いや日本がロシアや中国を弱らせることができるかって話をしてるときに、なんでわざわざ相手側に有利な情報を出しとんねん。もうその時点で怪しいやろそいつ。アホとかも。同じじゃないですよとか、ね、一時説明する人じゃない。その日米、日米戦争と同じにするっていう時点でもういくつかの意味で間違ってるから。はい、イラクがとか、いやいや俺別に関係ないから、イラクとかそんな関係ないから、はい、俺たちの脅威はロシアと中国ってね、はい、ロシアと中国が弱まるんだったら別にいいっていうね、はい、そういうふうな感覚にならないとおかしいです。軍事戦略上もおかしいし、経済的にもおかしいし、安全保障上もおかしいし、なんで国連を無視してる奴らの言うことを聞かなきゃいけないんだって話です。だからどの観点から見てもロシアや中国と要するにこの事態、この状況下で結託する意味なんか何もないんです。だからどっちもどっち論もおかしいし、あ、ロシアの肩を持つなんて論外なんです。はい。で、まあね、昨日はね、書くなよって言って書きましたよね、バカがね。はい。陰謀論に金貢ぐくんね。はい。もう思いっきり陰謀論書いたんで、思いっきり論破しましたけどね、この間。はい。ということでね、はい、陰謀論に金貢ぐくんという、ね、これは全部嘘なんだって。はい、病院行っといて、病院行って。はい。ね、もう言おうかそんな意味言ったら。僕言いましたよね、ちゃんと。今回守れるみんな。今回守れるかなみんな。先生ね、一応だけ言っとく。隠れたふりしてもわかるから。先生、隠れたふりしてもわかっちゃうんです。残念でした。はい。もう一回言うよ。日本政府見解と違う人、コメント書かないでねって先生言いました。先生言いましたね。先生言いました。はい。ロシアの肩持つ人、書かないでくださいって言ってます。私、巻き込まないでくださいって言ってます。はい。どっちもどっち論の人、巻き込まないでくださいって言ってます。陰謀論の人、ね。はい、なんかユダヤがとかいう人たちね、ユダヤがとかね、国際金融資本がとか、ディープステイトがってね、ディープステイトってチャイナとロシアですかって言ったら黙る人たち多いんですけど、はい、チャイナとロシアっていうか旧ソ連系と中国系ですかって、北朝鮮ですかっていう話すると、要するになんか黙る人たちいっぱいいるんですけど、はい、陰謀論に金貢ぐ君たちですか、はい、言ってましたね。日本政府見解と違う人コメント書かないでねって言いましたよね。はい、陰謀論に金貢ぐ君の人言ってみますか。はい、馬淵さんでしょ。はい、馬淵さんにお金貢ぐ君の人一生馬淵さんの本読んどいて、うん、僕はっきり言うとこは、馬淵さんの本読んでて楽しいっていう人たちは、ずっと馬淵さんの本買っといてください。はい。馬淵さんの本買っといてください。うん、君たちがお金持ちになったらお金持つよりも、馬淵さんの懐の中に入ってる方が安心じゃないですか。はい。別に教祖が別に金もらおうが、信者が貧乏になろうが、人生破滅しようが、私の知ったことではないので。はい。ということになるんです。で、もし、この状況で見て、ロシアの肩を持つ人や、どっちもどっち論の人や、陰謀論に金光くんの人たちって、別に会話したくないんですよ。なんやったら、その陰謀論の宗教団体が、もうずっと抱えといてくださいぐらいの感覚になってるんで、はい。まあ、この3つのこと、言いましたよ、僕。いい？今回も書いたら、また言えるよ、俺。はい、じゃあ行きまーす。はい、今日はですね、ゾルゲ事件、尾崎穂積さんの話をやっていきますということになるんですけど、ゾルゲ事件の尾崎穂積さんということに関してやっていくんですけど、こういうね、過去にあったデータからしっかりと学ぶということなんです。いいですか？過去にあった陰謀論とかじゃなくて、陰謀論とか話とかじゃなくて、必ずちゃんと過去にこういう事例がありました。だから今回もあるかもしれないねって気をつけないといけないんです。で、これ簡単すぎるんですよ。本当は簡単すぎる。これ確か、江崎先生って専門やったんかな？
江崎先生とか専門やったりしたら、まあ、ちょっとコメント欄で江崎先生専門ですよって書いておいてもらえるから、確かコミュニティルン系って専門やってるの気がするんやけど、言うかもしれませんが、本当にやりたいんだったら、僕は大学時代要するに、バーって共産主義学んだんで、共産主義こうでこうでこうでって、こいつらやべえじゃんって思うんやけど、なんで誰も書かねえんだって言うんで、逆に、これはなんかの陰謀かなとか思いながら生活してた人なんで、はい。なんでめちゃくちゃ詳しいのは詳しいんですが、もう過去のことなんで、過去調べたことなんで、あんまり鵜呑みにしないでねってことです。はい。この、だから情報も危ないんでって。はい。で、この尾崎穂積さんって方なんですけど、まあ、スパイってことなんですけど、家族でさえ不明っていう状況です。はい。で、一時期マスコミに入ったことがあります。はい。まあ、某有名新聞社です。はい。某有名新聞社ですね。はい。ということなんで、二つ目がソ連のスパイなんです。で、ソ連のスパイなんですけど、ソ連のいい情報ばっかりバン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 流しますっていうんだったら、これってわかるんですよ。こいつスパイじゃねえから、すぐ誰でも気づくんですよ。これ、バレなかったんですよ。この人バレなかったんです。実際問題、手口とか見たんですけど、これはバレねえわっていう話になるんですよ。だから、そういうのを見てるから、僕見た時に、絶対俺のこと信用すんなよってのはそういうことです。絶対俺のこと信用すんなよって話なんです。だから、俺が言ってることが、完全にこういう人たちと同じ意見言っちゃってるって可能性があったりとか、実はこのスパイであるっていう可能性があるっていうのを見て考えていつもやってるから、必ず公文書っていうか、公開の情報であったりとか、公の公開とか、観光庁の発表したやつを見なさいっていう話をしてるのはそういうことね。はい。で、うまいのが、反中反米なんですよ。毎回そうなんですよ。もうソ連のスパイってほんますごいのが、反中で反米いるんですよ。で、自分たちのことあんま何も言わないとか、だからしれっと大事な局面でバーンって入れてくるっていう風な感じで、やってくるっていう感じで、こう言論を誘導するんですね。じゃないですか。わかります。で、親中だったらみんな要するにすぐ気づくじゃないですか。親中意見言ってるやつは、こいつスパイじゃねっていう感じなんで、まあ、ごもととかその辺が下手くそなんですよ。親中意見バーって流すんで、はい。前どう見ても、やたら中国の方も打つのってすぐわかるんで、ごもとどっちかっていうとあんまり大したことないんですけど、ロシアのこの辺のスパイっていうのは結構要するに熟練された、この熟成されたあのスパイっていう感じになるんで、反中言うんですけど、反米言うんですよ。反中言って反米言うんですよ。中国は危険である。反米、アメリカも危険であるみたいな。しかし、ソ連は大丈夫じゃねみたいな感じです。そうすると、中国やって、アメリカと要するにこうするやん。中国との関係が悪くなって、アメリカとの関係悪くなると、日本どうなるかって孤立するんですよね。そうすると、北海道からこうする。っていう感じになってるんですよ。っていう風な感じで、要は、要するに、親中や真相なことを言うやつっていうのは、スパイってみんな思い込みがちなんですけど、それちょっと危ないって話なんですよ。はい。これがポイントなんです。反中反米なんです。だから、普段逆も一緒で、中国側の要するにスパイ工作だったら一緒で、反ソのこと今言ってるじゃないですか。反ソのこと言ってるんやけど、反ソ連とか反ロシアのこと言ってんけど、反米言うでしょ、あいつら。これちょっとね、うまいスパイとか結構多いんですよ。ということになるんで、こちらということになります。まず情報工作。陰謀論でも何でもいいです。陰謀論であったりとか、なんかよくわかんない情報、それどっから取ってきた情報なのっていう。はい。それオープン情報なのっていう。オープン情報っていうよりも、その観光庁が要するにやった、情報なのって、観光庁が出した情報なのって、防衛省が発表した情報なのって、厚生労働省が発表した情報なのって、いや違います、その情報危ないです。そいつ何のためにその情報を発信してんですか。不気味で仕方ないんですよ。はい。ということになるんで、その情報工作見た時にロシアに有利になってませんか、中国に有利になってませんか、北朝鮮に有利になってないですか、必ず確認しなきゃいけない。でここと同じぐらいです。危険的にはロシアと中国は絶対同じぐらいの40対40ぐらいで要するにやらないといけないです。だ私、北朝鮮に関しては、まあ、大したことないわっていう感じになるんで、442ぐらいの配分で要するに警戒してます。こっちは結構要するに、やってくれてる人いるんで、ここなんですよ。一番きつい。誰も見てないんですよ、たまに。はい。ここはみんな見るじゃないですか。ここ見てない時があるんですよ。だから、反ワクチンとかもよう見といてほしいんですよ。mRNA ワクチンは危険って言うけど、不活化ワクチン危険って言わないでしょ、あいつら。だから自分らそうなんですよ。不活化ワクチンなんですよ。mRNA ワクチンは危険で、mRNA ワクチンは危険だというか、不活化ワクチン危険だって言わないでしょ。言わないでしょって。ってことは、これ見た瞬間にパンって見て、これ反ワクチン運動この辺からんどんちゃうんかっていうのが俺が頭の中にパンってくるんですよ。ポンってくるんです。はい。いう風になるんで、だから反ワクチンの要するに問題に関して、要するにパッて出てきたら、ちょっと待って、これおかしいよねって、mRNA ワクチンに関してはこう言ってるけど、なんで不活化ワクチンに関しては大丈夫みたいな感じになってんの、逆だよねみたいな。不活化ワクチンで不活化失敗した場合に関してはコロナに感染するよねっていう話になるんだけど、それを全く言わないっていう風になったりすると、お前らおかしくねっていう感じにはなるということですね。はい。だから情報戦に関しては必ず覚えておいてください。いいですか。何か思いっきりツイッターでトレンドに上がったときは、リツイートや拡散する前に、まずロシアと中国にこれツイートした場合に関しては、ロシアに有利になるんじゃねえか、中国に有利になるんじゃねえかってよく考えるって話ですね。はい。
いいですか、よろしいでしょうか。ロシアに有利になるんじゃないかなって、中国に有利になるんじゃないかなって、はい、陰謀論者じゃないかな、詐欺師じゃねえかなっていうことですね。そんなことはどうでもいいんですけど、まずロシアに有利にならないか、中国に有利にならないか、これは、知らないうちに戦争に加担させられている可能性がありますよということになります。よろしいでしょうか。さあね、何回も言いますが、日本政府の見解と違う人コメント書かないでねと私は言ってます。書いたらまたやります。はい、またやります。はい、ということですね。よろしいでしょうか。はい、まあ、僕はあの書かないでねって言ってるのか、書いてくるってことはですね、私ははっきり言いますが、そういうこうロシアに対してのこの情報工作活動とか言ってほしくないこと言ってほしいんだなって思いますから、はい、当然のことからやります。はい、それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。